夏休みから能楽の練習を重ねてきた神埼市の小学生3人がその成果を披露しました。よもおつきじよもおつきじ。発表会は新型コロナの影響で4年ぶりの開催となり、市内の小学4年生から6年生の3人が参加しました。3人はおよそ350人の観客を前に正常という演目を堂々と披露しました。すごくなんか楽しそうでやってみたいと思いました。能楽の文化を知らなかったので、それでちゃんと分かりました。やってみてどうでしたか？難しかった。みんなの前で舞台に立って踊れたのが楽しかった。発表会は能楽を通して神埼市に伝わる伝統芸能を子どもたちに知ってもらい、次世代へ継承しようと市が2009年から開いています。